ちょっと声、あ、4発、あ、すげえ声、おー、これは怖かった、やばい。おはよう。おはます。おはようございます。ペイント入れるな。さあ、やってきました。どこに？私の中の通称クワガタ。あ、ね、今、時刻は8時ちょっと過ぎですね。じゃあ行こうか。ただこの間の3番瀬の状況と比べると、カタクチイワシかこの城がねいないと話にならないのかなと思います。比べてどうなんだよ。そうで、今日はですね、またまた新しいルアー新加入したんですよ。イアオグル120スワローム。こいつもね、シーバスリリースするんで返しは取ります。バーブレスフックにします。まあこうすることによってバレやすくはなります。バレやすくはなるんですけど、まあ少しでもね魚にダメージが残らないようにという、まあ釣りしてて何に言ってるんだっていう意見もあると思いますけど、一応ね返しとりましょう、取ってみま、いや取ってやろうと、取ってやろうじゃねえよ、取ろうとね。はい、このシラス、あ、もうこれこの城からですね、オグル長い、まあ初っ端からオグルいきます。ちょっと飛ばね、お、いいですね、いますね、なんか4メーターラインに。水温は 15.3 度、もうねだんだんと冬の水温になってきましたね。冬だよ、もう。うん、いる、何かいる、あの小魚ね。なんかすげえ釣れそうな気配するよ。うん、3番線よりも魚は多い。ルアーが違うのかな。カモメさんは表層にいる何かをねえ取ってるんで、魚のフィッシュイーターの意識は表層かもしれませんね。それかカモメに追われて下に逃げてるのを底付近で待ってるか、うん、どっちだろう。ちょっとじゃあもうほんと思いっきり、レンジ下げて底付近を狙うバイブレーション系にしましょうか。っていうことはもうここでバイブレーションといったら、私の中ではもうキックビート一択です。尿筋、あの行きましょう。 28g です。はい、じゃあまあ軽く投げて着底、そしてまずはダダ巻きでやっていこうか。でも人がいないってことはやっぱ釣れてないんだろうな。サイズ落としましょう。あとカラーも変えましょう。全特変え。一応ここの辺で実績高い青っぽいカラーこれですね。はい、これはね、20g です。ワンランク、下のサイズですね。やばいねこれ、釣れねえのかな。なんかすげえ釣れそうな気配するよ。とは何だったのか。あれ今当たったね、なんかあれ違う、ここにいるのはシーバスさんっぽいですね。なんか当たった気がする、魚に。いや、やばいねほんとね。もう予想とか、あの今日のイメージではもう開始1時間ぐらいでとりあえず1匹釣ってる、
そんなに大きくはないけど、はい、で、あ、まあ1匹釣ってあとはサイズアップ狙いましょうぐらいな感じでビッグベイト投げてる、ひたすらビッグベイト投げ倒すみたいな感じで、最後でかいのをあげるというのが今日のねイメージ。まあ数は出ないですけどね、2本という結果ですけど。トラヌタヌキの、よっしゃ、何、あ、バレた、あれフッキングがバラしちゃったね。何わろ、あ、ここいきなりこう深くなりましたね。この辺ですね、やっぱ地形変化。今なんだろう、全然シーバスっぽくないんすよ。おっと、ワールドシャウラーをしまったってことはどうする、もう一本のロットに持ち帰るのか。なんだそれ、まだ今日は一回も試してないね。トップウォーターやっていこうか。そしてそのトップウォーターで選んだルアーはでーん、メガドッグこいつです。さあ、うりゃ、気合十分じゃん。よし、ちょっと加工の方行きましょうか。さあ、ちょっとね、どんぐらいだろう、500m 以上移動してきましたね。あ、よし、この辺行こうか。よし、ルアーはね、キックビートの、77の 20g、ちょっと待って、発見したの、なんか発見したぞ。なんだ、発見した、この白っぽいのがピチャピチャやってた。なんかではない、ほらほら、わからん、全然向こうと反応違うぞ。これこれ、この反応、この反応、ほら、これこの城だろう。この跳ね方はボラだよな。どっち？この城じゃないか。でもこんだけいれば、はい、次じゃあこの城シャット、じゃあこの城シャットじゃないや、オグル、エアオグルいきます。冒頭でも間違えてたな。この城か、なんだろう、もう当たりまくり、多分田っ子だろうな、この跳ね方だと。いや、この城っぽいな、あ、この城だ多分これ、あ、どっち、こっちのセリフだ。すげえゴンゴン、これこの城だね多分。ボラ当たんねえもんね。そうなのか、わかんないけど、すごいよベイトの数は。ボラっぽいな。どっちなんだい、群れの外のはいいんだろうな。よし、じゃあまた移動するよ。とりあえずね、先ほどのベイトの群れをちょっと抜けまして、深場と隣接しているところに来ました。まあ昔爆釣したことがあるポイントです。今付近に来てますね。今ちょっとやりながら、 そちらに向かいながら今ルアー投げてます。ゆっくり移動しながら。ベイトはいますね、けど乗りません。乗りませんじゃなくて、食いません、フィッシュイーターが。ってことで立ってやってみようか。全然意味わかんない。さあ、いけるかな、怖えな。その考えに至ったことの方が怖いわ。体感、よっしょ、はい、こんだけ
こんだけなんやねん。今立ってやってます。知っとるわ。体幹鍛えよ。明日筋肉痛やろな。この波の状態ならね、シーラスなら立っていけますね。ほって言ってそう。よっしゃ、はい、あ、疲れた。さあ、もうこの辺あんましベイトの反応がない。いいね。いいのか。周りにベイトが反応あるんで、多少この切れたところいいんじゃないか。大きなねベイトの群れの周りをうろちょろうろちょろ、隙あらば食ってやろうっていうシーバスがね、いろいろ広範囲にうろちょろしてると思うんだね。それをキックビートが出会った時にガブッとコンっていうバイトがね手元に伝わるんじゃないですか。まずは初めてのルアービッグバッカー、でかいですね。真ん中にちょっとやりましょうか。なんか塗装が剥げてたからすごく安く売ったんですよ、これ。よいしょ、鉄板。よいしょ。いやー、秋だから結構活性が高いと思うから、そんなにゆっくり巻かなくてもいいと思うんですよね。スローにスローにって感じじゃないと思うんですよ。ちょっと頭にしてみましょう。これで巻き抵抗変わるのかな。トースターなんかね3つありまして、初め真ん中でやってたんですけど、ちょっと次動きがどうなの。あんま何ブルブルしないでスーってくるね。ってことは後ろにするとこういう抵抗になるんだ。でより一層ブルブルね。だから一番手前にやっちゃうとこんな感じなんでしょうね。で後ろに行けば行くほどこういう風に、まあ、立つんで、極端に言うと。でここでこうブルブルといういいのかな。そんなんでなんとなくわかった。あ、まあすごいブルブル。あ、抵抗すごいわ。あ、全然違う引き抵抗が。うわ、なんかすげえでかい引き波来そうだよ。ほら、こういうのでやっぱ取れたか取らないとね。浄化で取ろうよ。危険危険、大きな引き波が来ます。さあ船員は準備を。結構大きいっすよ本当に。これは準備しておかないとやばかったですね。まあ、来るのは分かってればね、こちらも対処できますからね。ほら、白波ができるぐらい波が立ってますよ。ほら、結構な引き波ですねこれは。2発ぐらい来てるか、大きいの。あ、3発か。いや、2発だね。あ、1発、あ、来た、やばい。あ、3発だ。2発、おお、やばいやばい。あ、ちょっと怖え。あ、4発。あ、すっげえ怖え。おお、これは怖かった。やばい。やばい。全く釣れねえ。景色が綺麗だな。こんだけでも魚がいればね、食うに困らんしね。そりゃ困んねえだろ、シーバスも。だスイッチが入んないんすよ、シーバスがいてもね。なかなか捕食スイッチ。そうで、俺が狙ってるところはもう大体もう朝いっぱい腹いっぱいになってね、もうだからルアーとかそういうもう生餌が来ても食わないよ。
そういう時間帯で釣りやってるんだ。そうとしか考えられない。とうとうシーバスのせいにし始めた。ほらシーバスくん、変わった色をした魚ですよ。ねえ、いつもボラばっかし食ってるから、ボラやこの城ばっかし食ってて飽きたでしょ。ねえ、ほらどうだ、こんな、ほらねえ、甘そうな色してますよね。ねえ、なんか中からじわっと出てきそうなルアーですよね、噛んだら。どうだシバスくん、最後ちょっとやるかね。ってことでこいつでしょ。さあ、じゃあ最後、もうはい、断水。でもこれで釣れたらかっこいいよな。釣れたとしてもさっきのシーバスの話で帳消し。立っちゃおうかな。また景色だけは本当に綺麗。出たよ出たよ、見た？ダウスイ、ちょっと待って、出たよ。え、なんで、出たよ。そんなに大きくはないけど、たまたまか。いやー厳しかったな、厳しかったな、厳しいね。ねえ、天気には恵まれてたんですけど、一バラシ、あとダウスイでワンバイト。いやー皆さん、決していいねボタンを押さないでください。でもバットも押さないでね、そのままスルーで、そして、チャンネル登録解除しないで、ください。次は釣ります。いやー情けねー。お疲れ様でした。ちょっとすごいベイトがあるんで、やべえ、ちょっと一回ダウスに投げちゃおう。おりゃー、ドーン、これを巻きながらエンディングとして、 はい、ではまたのご視聴お待ちしてます。はい、じゃららら、じゃらら。ご視聴ありがとうございました。また見てね。